今日ね、YouTube であの老人の運転問題みたいな動画見てたんだよ、まあ、最近多いじゃんなんかあのボケかかった老人が車運転して事故るそういうやつがさ記憶に新しいのが軽トラ運転してた老人が小学生引いてしまったみたいなんでなんだっけかな刑務所に入るんだっけかそれとも なんだろう、精神鑑定で免除されるんだっけまあ、どっちかわかんないけどさ、ボケかかった老人を刑務所に入れても、何にも問題は解決しないしね。かといってさ、精神鑑定で罪が免除されても、なんかもやもやが残るしね。どっちにしろなんか心にモヤモヤが残っちゃうよね。うーん。なんかね、いろいろ調べてみるとさ、地方症になった老人って、たとえ、 まあ、免許を剥奪したとしても、剥奪されたことに気づかずにまた乗っちゃうんだってね。だからもうね、あの、どんなに気をつけてくださいねとかって言うじゃん。口で呼びかけるのもそうだし、あと免許取り上げるにしてももう意味がないと。だって乗っちゃうんだもん、ボケてるから。もうだから車の仕組みを変えるとかさ、そういう風にしなきゃダメだよね。車にカードリーダーみたいなの搭載してさ、で、運転免許証を差し込むとエンジンかかりますよ、みたいな。 で、免許を剥奪されてる人は車運転できないじゃん、それだったら。そういうふうにしなきゃもうダメなんだろうね。まあ、老人とかさ、あと無駄に自信があるんだよね。75歳以上になると、なんだっけかな、正常に運転できるかどうかっていうテストをね、義務付けられてるじゃん。で、その、テスト,にテストを受けに来た老人たちに、テレビ局がインタビューをすると、あの、 運転で事故らない自信はありますかってもちろんです。俺が事故るわけがないみたいな。すげえ自信満々なんだよねで。俺が事故るわけがないって言った老人が、なんかもうバック駐車もままならないっていう。縁石乗り上げるしさ、一時停止もすげえはみ出すしさ。うん。てかさ、びっくりしたのがさ、俺が事故るわけがないとか言って、すごい運転した老人に、あの、 老人が免許が確か、あの、まだ運転大丈夫ですって言って免許支給されてたんだよな。い随分緩い基準だなと思って。え <laughs>、これ絶対運転しちゃダメでしょうっていう人にも、あの、あ、まだ大丈夫ですよって、免許返、免許返上はまだしなくていいですって感じになってたんだよね。その基準がもうおかしいだろうと思ったけどね。 どういう状態なんだろうね年寄りが運転してる状態って。なんか、酒飲んでる状態で運転してる感じが年寄りが運転してるっていう状態なのかなうん、すごい判断力が鈍ってる状態で運転してるって考えた方がいいよね。そんな状態で運転したらまあ、そりゃ事故るわなって感じだよ。結構ね。 老人の運転問題でさ、ネットで声を荒げてる人たちがいるじゃん、なんか。もう声荒げてても解決しないからな。もうさっさと車にその認証システムとかそういうのを搭載してさ、強制的に運転できないようにするのが吉だよな。えっ、ー、と、なんだろ、う。今日は老人の運転問題についてラジオにしました。ご視聴ありがとうございました。